ピエール・ルイス・モー・ペルチュイピエール・ルイ・モロード・モー・ペルチュイは、フランスの数学者、著述家である。物理学の基礎原理である、最小作用の原理の提唱者であり、地球の形状を調査するラップランド観測隊を指揮し、極地に赴いた経験を持つ。また、ダーウィン以前に、生物の進化について論じた人物でもある。レットル・ブルターニュ地方の港湾都市産、マロの豪商の家に生まれる。 家庭教師によって基礎教育を受けた後、フランス軍に入り騎兵条項に任官される。軍務の傍ら数学の分野で優れた才能を示し、1723年に科学アカデミーの会員になった。1728年にはロンドンに渡り、王立協会の会員にもなり、万有引力を代表とするニュートン力学の理論をフランスに普及するのに貢献した。 この過程でモーペル注意は地球の形をめぐって行われていた論争に大きく関わることになる。当時地球の形は完全な玉ではなく回転大円体に近いということまではわかっていたが、ニュートンの理論から導かれる南北に扁平な大円体形状であるのか、それまでのジャックカッシーニの理論から導かれる南北に長い形状であるのかが論争されていた。その問題に決着をつけるために、 1736年に赤道近くのペルーと局に近いラップランドに4、5000個長の測量のための観測隊が派遣され、モーペルチュイはラップランド隊の隊長を務めた。帰国後の1738年にラフィギュア・デラ・テールを発表した。この業績などにより評価され、1740年にプロイセン国王フリードリヒ2世にベルリンに招かれた。 直後始まったオーストリア継承戦争では1、軍人として、プロイセン軍に加わり、翌1741年のモルビッツの戦いで、オーストリア軍の捕虜となったが釈放された。1742年には、パリに戻り科学アカデミーの会長になり、翌年アカデミーフランセーズの会員に選ばれた。1744年に再びベルリンに招かれ、 1746年プロイセン科学アカデミーの会長になった。1756年に始まった7年戦争でプロイセンと祖国フランスが戦争になったことはモーペルチュイの立場を都合の悪いものにしたが表だって彼の地位が脅かされることはついになかった。1757年に科学アカデミー会長を引退。翌1758年にバーゼルに移り、 翌1759年ボ没。最小作用の権利は1741年の論文ローイ・ジュルポ・デ・コープスや1744年の論文アコード・デ・プルージョル、ロイス・ナチュレル・スクイア・ベ・パル・ジャスク・イシイン・コンパタブルズに発表された。1751年にザムエル・ケイ・ニッヒが最小作用の権利はすでにゴットフリート・ライプニッツによって1707年に 発見されていたという意義を述べて論争になったが、モーペル注意にプライオリティが認められた。また、生物の進化に関して1752年の著書、ビーナスフィジックや1754年の著書、システムデラネーチャーで進化論の先駆けとなる概念を述べたことが記録に残っている。ありがとうございます。